平成26年豪雪は2014年2月に日本で発生した雪害である。平成26年2月雪害とも呼ばれる。日本国政府が設置した平成26年豪雪非常災害対策本部では2月14日から16日までの大雪等による被害の取りまとめや対処が行われているが、本校では2月上旬の関東地方を中心とした。 大雪についても合わせて記述する。2月4日正午から6日にかけて、冬型の気圧配置となり、仮想寒気については、10年に一度の強い寒波が、日本列島に流れ込み全国的に寒い日が続いた。最高気温摂置零度未満の真冬日となった、地点数は5日6日と2日連続で400地点を超えた。また、低気圧が急速に発達を続けたため8日14日と2週。 続けて広い範囲、関東、甲信越、東北地方を中心に大雪となった。いずれも冬型の気圧配置によるものではなく、南岸低気圧が通過した影響で発生したものであり、上空の気温が低かったことから全国的に雨ではなく雪となった。積雪量は関東平野部でも30から80センチメートル、甲信越地方及び奥多摩、秩父、 丹沢、箱根、静岡東部などの内陸部では1メートル以上に達し、山中小村で最大時には積雪187センチメートルを記録するなど、山間部では2メートル前後にまで達した。気候の専門家で構成された気象庁の検討会は、今回の太平洋側における大雪やアメリカの寒波、イギリスの大雨について30年に一度の異常気象との見解を示している。 2014年2月8日16時頃の上野温子公園前線を伴った低気圧が日本列島の南をゆっくり通過したため中国、四国地方から東北地方にかけて大雪となった。8日3時2002ヘクトパスカルだった低気圧は9日3時には984ヘクトパスカルに発達。 東京都心でも20センチメートル以上の積雪が予測されたため気象庁は7日の夕方に記者会見を開くなど関東地方での大雪が警戒された。7日は西日本を中心に大雪となり、岡山市で20年ぶりに9センチメートルを観測した。8日は東海地方で午前中、関東地方で夕方から夜にかけてまとまった雪が降り、 千葉で歴代最新となる3 3トルの積雪を記録するなど、千葉県では北西部や房総丘陵などで積雪が40から6 0トルに達した地点もあった。また、東京都千代田区大手町で観測史上8位となる最新積雪2 7トルを記録するなど、東京都心でも1994年以来20年ぶりの積雪2 0トル以上。 45年ぶりの積雪25センチメートル以上を記録。8日の最高気温は平年より摂氏5度以上低くなったところが多く、全国のアメダスのうち393地点では最高気温が摂氏0度未満の新冬日となった。翌9日には低気圧が北東に移動し、仙台市で1926年の観測開始以来歴代3位となる。 最新積雪35センチメートルを記録するなど、関東と東北の太平洋側で記録的な大雪となった。これらの大雪は上空の寒気が非常に強かったことから、南岸低気圧がもたらすものとしては、比較的軽いから雪となったところが多く、雪の重みによる被害は比較的少なく済んだ。この非常に強い寒気の影響で、北海道では8日朝の冷え込みが強まり、 北海道の11地点で最低気温が低く、摂氏30度以下になったほか、札幌でも低く、摂氏14.3度で平年を摂氏7度下回った。低気圧が小笠原付近を通過し、その北を弱い気圧の谷が通過したため、関東地方に雪雲が広がり、千葉県や茨城県を中心に積雪を観測し、東京都心でも一時的に雪が舞った。千葉市では、 前回の南岸低気圧により1 1センチメートルの雪が残っていたがその上に雪が降り積もり一時的に最新積雪が2 1センチメートルに達した大雪に見舞われた山梨県甲府市の坂折駅前交差点国道411号交差点内で JR 東日本の車両車がスタック13日九州の南で低気圧が発生九州は 雨中心の天候であったが、気温の低い夜に降水が発生したため、福岡県などでもみぞれを観測した。宮崎県北部や大分県の山沿いでは、気温が低かったため、大雪となった。14日未明には、中国、四国でも降雪が始まり、四国では14日午前中まで雪で、高松市や徳島市などでは積雪を観測し、山沿いでは30センチ前後の大雪となった。 十四日明け方からは、近畿から関東にかけて、雪となり、近畿、東海では昼前を中心に、関東、甲信では十五日未明を中心に、大雪となった。十五日未明に、関東、甲信越で、雪のピークを迎えたが、低気圧が陸地に近づいたため、雪を降らせていた寒気と低気圧の暖気の影響で、大気の状態が不安定となり、南岸低気圧としては珍しく、 関東南部では雷が発生し、竜巻注意情報も発表された。それを境に関東南部では雨に変わり、朝まで降り続いたが、関東内陸や甲信では寒気が残ったため、朝まで雪が続いた。東北では昼過ぎにかけて雪となった。西日本九州では山沿いを中心に雪となり、高千穂町は20センチメートル。 五ヶ瀬町などでは3 0トルから4 0トルの積雪を観測した。四国でも積雪となり、降水量も多かったため、2月8日より積雪したところもある。ほぼ全域で大雪注意報が発表した。近畿、東海南部の海沿いを除きほぼ全域で雪となった。市街地では比較的普段の南岸低気圧の積雪と変わらなかったが、 キー半島を中心に活発な雲が流れたため、約20年ぶりの大雪となり、内陸や山沿いでは20センチメートルから50センチメートル前後の積雪を記録し、これらの地域でも20センチメートル超えは珍しく、大雪警報が発表された。一部の南部を除き、昼過ぎには一旦雪がやんだが、夜遅くに、再び弱い雨や雪が降り、未明にかけて降り続き、 奈良県など内陸方面では再び雪が積もり、大阪や京都などでもみぞれが降った。京都府では南丹市で2 3トルの積雪を記録し、南部の一部地域に16年ぶりに大雪警報が発表された。奈良県では1 5トルを観測し、1996年2月以来の大雪となった。五条市では2 4トル 天川村では3 0トルを観測し、奈良県では24年ぶりとなる大雪警報が発表された。夜遅くに再び雪が降り、1 1トルまで減少していた積雪が1 4トルに増加した。また、日中の気温もほぼ摂氏0度で経過し、最高気温は雪が降る前の未明に観測された摂氏1度であった。三重県南部では、 津市で十三センチメートルを観測し、名張市で二十七センチメートル、伊勢市で二十五センチメートル前後の積雪となり、伊勢神宮が参拝停止になった。また、三重県南部で初の大雪警報が発表された。その他、京都、大阪で四センチメートル、和歌山で六センチメートル、彦根、名古屋で七センチメートル、岐阜で八センチメートル。また。 同じ地域でも場所によって降雪量に大きな差も見られた。関東、甲信山梨県鳴沢村、1階屋内からの積雪の様子神奈川県横浜市日区の様子。60から70センチメートルの積雪となった2月14日、夕方から2月15日朝にかけては特に、甲信地方の山梨県で記録的な大雪となり、 甲府市で1 1 4トル川口湖でも1 4 3トルといずれも、それまでの過去最新積雪を大幅に塗り替える積雪を記録したほか、関東地方でも秩父市で9 8トル前橋市で7 3トル熊谷市で6 2トル宇都宮市で3 2トルと過去最新積雪を記録、東京都心でも8日に続いて、 東京都千代田区大手町で最新積雪2 7トルを記録。大手町から1キロ離れた北の丸公園、試験観測場では大手町を大きく上回る3 9トルの積雪となった。この大雪から2日経った2月17日には東、品海上に再び低気圧が発生。低気圧を伴った前線が14日から16日の 低気圧と同様のコースを進む予想だったため、17日の予測では、関東地方で過去2回の積雪と同期母化、それを上回る大雪が予想されたが、低気圧は陸地から離れたため雪は観測されなかった。関東地方を襲った記録的大雪の原因としては、強い寒気が流入、滞留しやすくなったこと、低気圧が急速に発達しながら、 雪の降りやすいコースを進んだことが挙げられる。2014年3月4日に開かれた気象庁の異常気象分析検討会において北半球で編成風が大きく蛇行したことにより異常気象がもたらされたという見解が示された。実際、日本付近では2月上旬から欧米では12月から編成風が南に蛇行し関東地方だけでなく 北米やヨーロッパでも寒気が流れ込みやすくなったことで大雪や大雨に見舞われた。一方、ロシア南部では偏成風が北に蛇行しており、暖気が流れ込みやすくなったためオリンピック開催中の措置では2月としては記録的な高温に見舞われるなど、偏成風の蛇行が気象を大きく左右していた。2月8日の大雪は沖縄の南で発生した。 低気圧が発達しながら東北東方向に進み、雪が降りやすいとされる八丈島付近を通過したことや関東では、寒気が十分だったこと、また4日前に降った雪で、地面付近が冷えていた上に降雪が長時間に、渡り量もそこそこ多く、関東、甲信では降り出すタイミングも、気温の低い未明だったために、積雪のしやすい状態となっていたことなどが原因となっている。 一方、翌週の15日は深まった気圧の谷に対応して、低気圧が急速に発達し、かつ節立低気圧が発生したことと、ブロッキングによって、九州南東沖までは、東北東進していたものが北東進となった上に、スピードが遅くなり、関東、甲信で低気圧本体の強い降水域が、長時間かかりやすくなった。また、同地域では14日に降り出したタイミングがと、 同様に気温の低い明け方であり、場所によっては8日の雪もまだ残っていた。もともと関東では、寒気や低気圧のコースが時間の経過とともに、不十分になるパターンだったため、気象庁はそれを見越して降り出しは、雪でも、早めの時間帯で雨に変わるという予報を出し、実際に沿岸では、予報より、若干遅れたものの早めに雨へと変わったが、 予想より低気圧が2 0 0トルも東の房総半島の南付近を通過したこと、さらに発達していたことで寒気を引きずり下ろす力が予想よりも強かったこと、内陸では地上付近の寒気の対流が長く続いたことなどにより、強い降水域がかかる時間でも雪のまま水位し、記録的な大雪となった。関東、甲信を中心に東北などで被害が多発し、 西日本でも被害が出た。2月11日以前2月14日以降内閣府非常災害対策本部が3月6日に発表した2月14日から16日の大雪等の被害状況等についてによると死者は9県で26名、重症者は15都道県で118名、軽症者は21都道県で583名となっている。その他、 埼玉県では落雪の下敷きにより3名が死亡。今回の被災地域である関東、甲信以外でも、岩手県、秋田県、静岡県、岐阜県、宮崎県で死者が発生している。空の便は、欠航が相次ぎ、新幹線、在来線やバスの運転見合わせや、運休、大幅な遅れ、高速道路の通行止めが発生した。各 JR、私鉄では、 この豪雪の大幅なダイヤミザに伴い、払い戻して数量無料の措置を取り行った。2月11日以前2月14日以降記録的積雪を記録した山梨県、甲府市街地積雪から1週間後の中央本線、山梨市駅ホーム。運転再開後も、線路上に多くの雪が残る長野市芋市地区における、積雪長野県千曲市街地における積雪長野県。 松本市の住宅地における積雪長野県木曽郡、木曽町日吉地区の住宅地における積雪運転再開前の JR 高崎線。踏切から北本駅周辺の積雪積雪から1週間後の埼玉県熊谷市2月14日以降崩落したアーケード、山梨県内のビニールハウスの4割が倒壊、または損傷、特にブドウの産地である。 笛吹き市や甲州市などの海東地区では8割が被害を受け、今年度の収穫に多大な影響が出ることが予想される。栃木県でもビニールハウスの倒壊で収穫期のイチゴの被害を受けたほか、群馬県でもキュウリやトマトの被害が発生しており、産経新聞の調査では約250億円の被害が出ているとされている。また、埼玉県でも同様に、 ビニールハウスの倒壊が相次ぎ埼玉県のブランドネギである深焼きをはじめとした農産物の被害が発生。被害額は約229億円にも及ぶとされた。支払い件数、支払い保険金は見込みであり、支払い保険金は1000万円単位で、死者購入して算出しているため、各項目を合算した値と合計欄の値が一致しないことがある。 気象庁の羽鳥光彦長官は20日の定例記者会見で14日から15日にかけての量的予測には不十分な点があったと認め、その上で予測技術の向上が極めて重要と考えていると述べた。また昨年から運用が開始された特別警報の利用については基準を満たさなかったため大雪特別警報を発表しなかったと述べた。なお気象庁は 基準見直しも検討している。山梨県古瀬スポーツ公園に集結した陸上自衛隊第1師団の車両自衛隊は都県知事の要請に基づいて人命救助や物資輸送のために災害派遣を行った。派遣が行われたのは山梨県、群馬県、長野県、静岡県、東京都、宮城県、埼玉県。派遣規模は 人員のべ約四千九百名、車両のべ約九百八十両、航空機のべ百三十一機となり、救助者数類計七十三名、患者くるゆけ名、物資輸送類計約四十四点零トン、除雪距離類計約二百八十一点二キロメートルであった。警察部隊は、警視庁をはじめ山梨県警など七県警が二月十五日より、出動し、一都七県で、 約200人を救助した。新潟県上越市では、災害協定を結ぶ甲府市からの要請により登記、作業車両及び運転手を派遣。新潟県も支援に乗り出し、早川町などの孤立している集落への除雪を行った。同県柏崎市も、災害協定を結ぶ前橋市の要請により、除雪道座及び運転要員を派遣している。山梨県では、 雪かきボランティアを装った振り込め詐欺に対し注意勧告を行っている。勧告を出した時点では今回の豪雪による振り込め詐欺の被害は発生していないが東日本大震災関連では実際それを装った被害が発生しており金融庁でも注意勧告を行っていることなどから県では選定を打って対応した。長野県佐久市では柳田政事市長が 被害状況の把握のため、ツイッター上で市民から写真及び、位置情報付きのツイートを募り情報収集を行った。当時、作詞は国道141、142号線及び多くの県道が積雪により通行不可能となっており、特に郊外への職員の派遣が不可能な状況下にあった。山梨県内の道路が寸断されている間、セブン アイホールディングスなどでは、ヘリコプターを使い物資を輸送する対策を取った。山崎製パンでは、配送中のトラックが、中央自動車道などで立ち往生したが、団子坂サービスエリアでは、同様に動けない他の車のドライバーに対し、積み荷のパンや菓子を無償で提供する対応を取った。また、シャトレーゼも、大月市内で立ち往生し、積み荷の菓子を無償配布している。この対応が、 ツイッター上で拡散、称賛され、山崎製パンでは東京証券取引所の株価が一時上昇した。安倍晋三首相が大雪の翌日の16日の夕方に赤坂の天ぷら料亭にて支援者らと食事を取ったことが首相同棲にて報じられると、北海道新聞や朝鮮日報が取り上げ、民主党の松原人し国会対策委員長が批判したのをはじめ、 生活の党所属の前衆議院議員である、三宅幸子や作詞家の湯川玲子、メディアジャーナリストの津田大輔が、ツイッター上で批判を展開した。これに対し安倍首相は17日付のフェイスブックで敬意を釈明した。一方、三宅、津田は、その発言について、批判を浴びた。民主党の海江田万里代表は、政府調査団の派遣が17日になったことに対し、 初動が遅れたとの阻止理は免れないと批判している。菅義偉官房長官は首相の指示で小屋刑事防災担当大臣がしっかり対応していると説明した。山梨県でも県レベルでの災害対策本部を雪が降りやんでから3日が経過した17日にようやく設置山梨大学地域防災マネジメント研究センター長で教授の鈴木武康が その遅さを指摘し、ツイッターでは対応への批判が起きた。横内正明知事は15日は、雪の影響で登庁できず、16人いる、特別職と部局長も登庁できたのはわずか3人、だけであった。県内では、山梨県建設業協会が、雪が降り始めた14日中に作業を開始。甲府市の宮島正天市長や藤吉田市の堀内、 しげる市長も15日正午までに登庁し、その日のうちに市による災害対策本部を設置していた。これに対し横内知事は18日の本部会議後に本部設置が遅れ、やるべきことができなかったということはないと述べ、県幹部も、たとえ職員が自発的に登庁する意思があっても、公設の影響で難しかったと釈明している。埼玉県では、 秩父市の久喜国康市長が15日時点で埼玉県危機管理防災部へ自衛隊の災害派遣要請を行い、同部部長が埼玉県知事、上田誠治に現地の状況を伝えていたにもかかわらず、上田誠治が除雪のための派遣要請はできないと判断し、要請を拒否したため、自衛隊の出動が遅れた。上田知事は、要請を受けた15日に、 埼玉サイクルエキスポ2014、翌16日には、埼玉クイズ王決定戦に参加。その後も区喜市長が要請を続け、同月17日朝になり、検討を開始、同日夕になって、初めて公立集落の球場を把握し、派遣要請を決めた。古典市は、静岡県に自衛隊の災害派遣要請したものの、県の判断により要請が見送られた。 テレビ各局は、報道特別番組を編成せず、ソチオリンピック特番を予定通りに流し続けた。人命が危機に瀕する深刻な事態を迎えた災害において、多くのスポンサー企業のあるオリンピック特番を流し続けたことを、商業的な理由から、オリンピックの中継を優先させたとみなして、ブロガーの荒井勲氏が批判した。雪が積もっている。 平常旧跡大極度の日本テレビで2013年1月14日に放送された報道特別番組において若い男性が恋人といる時の雪って特別な気分に浸れて私は好きですと語っていた画像がこの時期に再発見されこれをアニメのキャラクターに置き換えたコラージュ画像が多数で回ったまたこの災害を教訓に 大雪災害の可能性を国民に広く周知する大雪に関する国土交通省緊急発表短時間に著名な降雪を記録した際に発せられる顕著な大雪に関する気象情報といった各種防災情報国直轄道路における全規制災害対策基本法改正による立ち往生車両の強制撤去といった各種制度が創設されたありがとうございます